韓国が2番艦マラド強襲揚陸艦を襲撃させたそうです。今回はこの艦の甲板耐熱処理について詳細に見ていきたいと思います。このマラド艦については F-35B ステルス戦闘機を艦載できる艦という報道もあったのですが、実際は違いましたね。2021年6月末、韓国ではドクト、急強襲揚陸艦シリーズの2番艦バラ島が襲撃しました。1番艦のドクトが襲撃したのが2007年、平成19年でしたから、優に14年も経過したことになります。それもあってか、同型艦と出会っても、可能な限り船体を大きくしたフォルムになっているようですよ。ドクトというのは、日本の領土である竹島の韓国語読みです。マラドは韓国の島ですが、ドクトという名前を付けたのは、明らかに日本に向けたものでしょうね。具体的なデータを紹介します。マラドは、満載排水量1万9000トン、全長 199.4M、全幅 31.4M でから、1番艦のドクト、より、満載排水量で約500トン、全長約 15M も大きくなっています。つまり船体を大きくしたということですね。このドクト、襲撃からマラド襲撃までの14年間、日本の海自はヘリコプター搭載型護衛艦いつも、加賀を航空母艦とするための改修工事を決定しました。韓国の行動は、これに対応したもので、2艦に対抗する艦を欲したのではないかと考えられます。なぜなら、マラドの全通飛行甲板に、航空機用の耐熱処理加工が施されているからです。それは、出雲、加賀と同じように、短距離離陸、垂直着陸ができる F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を運用するための処理と推測されているのです。といっても、マラドの飛行甲板への耐熱処理加工処理は、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能なレベルに過ぎず、F-35 ライトニング 2B 型が発する超高熱の排気熱に耐える性能は、備えていないだろうという見方が大半です。理由としては、F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に対応できる、耐熱塗装技術を韓国は、持っていないということ。そもそもドクト、急強襲揚陸艦の内部構造が F-35 を収容できる設計にはなっていないということが挙げられます。そして、基本的に、マラドの飛行甲板の強度自体が弱いとも言われています。つまり、もともと、戦闘機の離発着の荷重を計算して設計されたものではないらしいのです。その点からも、F-35 ライトニング 2B 型をこの艦に乗せるということは物理的に困難だと思われます。つまり F-35 ライトニング 2B 型を運用するには特殊な飛行甲板の強度や耐熱加工、そしてエレベータや収納スペースなどが必要になるわけです。それに対応するために全通飛行甲板を備えるとしても戦闘機の運用はなかなか容易ではないということがお分かりでしょう。逆に言えば、日本の出雲や加賀は、設計や建造の時点から F-35 を、艦載することを想定していたとも言えましょう。建造にあたって、野党が、この艦は、憲法で禁止されている空母ではないか、と指摘していたのも当たらずとも遠からずということになります。さて、韓国のマラドです。1番艦のドクトは、強襲揚陸艦と韓国内でも呼称されていますが、今回は大型輸送艦と呼称されています。この変化は、何のためなのか、何を対象としたものなのかということは、
はっきり言ってよくわかりません。韓国メディアは、1番艦のドクトから2番艦のマラド建造までの間に、着実に航空母艦建造のノウハウとテクノロジーが積み重ねられていると報じています。自画自賛という単語も連想されるところですが、韓国の世論も航空母艦の保有に対して日本のような意味で否定する論調は見受けられないようです。しかし、現実的な意見もあります。韓国の最大の仮想敵国は、同民族でありながら38度線を挟んで睨み合う北朝鮮です。この北朝鮮とは、現在でも戦争継続中であって、一時休戦している状況という前提なのです。地続きの北朝鮮に対して航空母艦を保有しても有効とは思えないので、空の防衛をする F-35 ライトニング 2A 型戦闘機を削減すべきではないと言われているのです。こういった意見は、韓国の置かれた地理的、軍事的状況を鑑みた場合、確かに正論だと感じます。しかし、世論の多くは、日本が、竹島、韓国名、独島を軍事力で奪おうと企んでいると思っているらしく、日本への圧力として空母が必要だと訴えているのです。ご存知でしょうが、竹島は日本領ですからね。韓国大統領が上陸してサインしたという事件もありましたが、日本が出雲、加賀の航空母艦化を決定したからこそ、韓国も意地のように対抗意識を募らせて航空母艦を保有すべきという声が大きくなったのでしょう。そういった世論に迎合した現軍政権は、支持率を維持するために強引ともいえる性急さで推進しているようにも見受けられます。韓国ハマラドの後の独島、急遽収容陸艦の3番艦の建造計画を進めています。3番艦にはすでに白島という名前もついているそうです。この艦が韓国初の軽空母になるのだろうと推測されているのです。この軽空母計画で興味深いことがあります。今までドクトやマラドの強襲揚陸艦建造を行っていたのは関心重工業者でしたが、3番艦についてはヒュンダイ重工業者と大宇造船海洋社が手を挙げているのです。ドクト急強襲揚陸艦を通して航空母艦建造のノウハウや技術を培ってきたと言われているのに、建造会社を変更しようというのは珍しいことではないでしょうか。国内でも注目されている事業のはずなんですけどね。いずれにしても、韓国単独で航空母艦を建造するのは難しいと思われます。ですから、それぞれ企業にはサポート企業がバックについているそうです。ヒュンダイ重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を建造したバブコック社、大宇造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社がサポートを行っているとか。軽空母計画の初期の概念設計には、ヒュンダイ重工業者の案が採用されていますから、バブコック社のサポートを受けて、クイーン・エリザベス級航空母艦と同じスキージャンプ式の発艦方式が、3番艦に設置される可能性が高いでしょう。クイーン・エリザベスといえば、2021年5月、母港ポーツマス港を出港して、極東地域へ向けて航行中ですが、こういった事情があるため、韓国に寄港する可能性が高いと考えられています。要するに、ヒュンダイ重工業者の案採用、自社のバックアップを目的とした韓国へアピールするものと予想されているようです。さて、もう一方の大宇造船海洋社とイタリアのフィンカンティエリ社です。独島、
旧強襲揚陸艦と同じく、艦艇の船体をコンパクトにして、小回りの利く運用を図ろうとすると、推測されています。このフィンカンティエリ社が建造した代表的な艦艇は、2022年就役予定で、現在偽装中のイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステです。この艦は基準排水量 25,816 トンですから、韓国が考えている軽空母よりも若干小さいものになりそうです。確かに、強襲揚陸艦トリエステは、全長 245M、全幅 47M で、比較的ミニサイズなのですが、艦載機は、ヘリコプターと F-35 ライトニング 2B 型系で、マックス20機ほどと言われているので、航空機の運用能力も、決して低くはないのです。ただし、韓国の軽空母用の案には、トリエステや、ヒュン大重工業社、バブコックシャーンとは違って、スキージャンプ方式は採用していません。筆者の個人的意見を言わせてもらいますと、クイーン・エリザベス級航空母艦を、少しダウンサイジングしたようなヒュン大重工業社、バブコックシャーンより、テウ造船改良社と、イタリアのフィンカンティエリシャーンを採用した方が、現実的なように感じますね。